バラバラになった妖精たちが怖がらないように、あなたに良いものを差し上げましょう。怖いんやけど、何、生首？あれか、一旦ちょっと戻って、兵士に話聞いてくるかな。今がどこなのかが全くわからぬ。もうここやったっけ。あ、てかさ、今のこの状態っていうか、お金あるしさ、どこだ？お金あるけんさ、ちょっと地図買いたいんやけど、地図。ここは、街の地図と、街の外の地図も欲しいです。あ、ここやね。いないんですけど。え、もしかしてあれ？夜は家に帰ってるんですか？そういうことか？おいー。帰んなよー。今そこに誰か立ってなかった？ほら、肝。あ、別にね、怪しいものじゃないですから、私、ほんと。何？キモいんだけど。超絶キモいんだけど。ねえ、何なの？なんで隠れてんの？あの人。めっちゃ怖いやん。え、なんかこの子狙われてない？大丈夫？切りつけたりとかはできないのか。めっちゃなんか危害を加えようとしている。なんなんやろあの人。あ、そうよ、朝にならんといかんのよね。くそー。え、朝にならんといかんってことは、あ、そっか、もうかかしおらんやん。おいー。じゃあまあ行きますか。どこやった？あ、あっちか。あそこのもんやね。私が吠えられたんかと思った。そういえば、大妖精、なんか、人の姿に戻ったらもう一度来なさいみたいなこと言わんかったっけ？まだバラバラな状態か。え、待って、どうやって行けばいい？え、待って、そこにどうやって行けばいい？あ、こっちから、なんか上がれます？え、上がれないか？なんかこの、あ、こっちから行けるかな？こっちから、よっ。え、これはどうやって行くんだろうか。全く行けないんですけど。普通にここから。え、登れないのこれ。破壊してしまったよ。待って、あそこにはどう、あ、ここから。待って、とりあえず一旦こっちに行ってみるか。もう一回大妖精様復活させて、で、人間の姿で会った時に何かあるんかな。くっそ。ま、でもどうせあれやろ、ここの町が拠点にはなるんやろ。ってことはまあ出ていくか。そのうちでもきっとできるよ。ここですね。沼のあるウッドフォール。夜は物騒だから特に気をつけて。どっちの方面とか教えてくれないの。あれかな、ひたすらここまっすぐ行けばいいんかな。わからないよ。あ、なんか不穏な音楽になった。あ、なんかここに、案内板が。矢印の先、ロマニー牧場。シャトーロマーニの里へお立ち寄りください。ね、なんか模様描いてるよ。
スタルキッド。どうした？落書きが気になった？あ、これこれ、懐かしいな。初めてスタルキッドと会った時の落書きよ。いつから一緒にいるんだ？ここに初めてトレイルと来た時、あいつは友達と喧嘩して一人ぼっちだったって言ってた。友達がいたのね。これは？なんだ、回想シーンか？あ、ぽいね。仮面の下の顔はどんな感じなんやろう？見せてくれるんかな？それとも最後の最後でって感じか？あ、もうすでに見えそう。これはこれでなんかちょっと怖いな。むしろムジュラの仮面つけとる方が怖くないかもしれん。何やってんの？抱き合ってんのか？楽しそうだね。この曲、この曲、この曲めっちゃ好きなんやけど。なんか、あ、ゼルダやってんなーって感じ。でも、64のゼルダでしか聞いたことないかな。そんなことないっけ。そりゃ確かにいたずらばかりして、みんなから相手にされないけれど。だからといって、あんな恐ろしいことするなんて。何何何？ああ、お面屋さんからお面を取ったの。なんでそれ選んだんやろ。強そうとかそういうことかな。力を持ったばっかりに。こっちの方向かな。え、これ先ある？あ、あるんか。あれ、デクナッツの格好にも、めっちゃびっくりしたやん、やめてや。え、待って待って。ね、チンクルおるやん、あそこ。飛び寄る飛び寄る。やめろっておい。沼の射的場、この先すぐ。沼の射的場？あの、デクナッツの花を追いかけてったらあるってことか。ね、そんなとこ飛んでたら、うわぁ、うるせえな。マジでうるせえな、おめえら。うるせえよ。どっか行けよ、おい。おい。余計に。なんだ？ガードしやがる、こいつ。どんな硬い毛だよ、おい。ていてい。ガードすんなって、おい。く、やられそう。え、めっちゃハート落としてくれるやん。ありがとう。ねえ、あの、チンクル。ね、ねえ、チンクル。お話が、お話がしたいのですが。ねってば。おい。ね、話せないの。あ、ちょっと待って。あれやんね。これ、何やったっけ。仮面をつけたら、デクナッツになれるんよね。デクナッツの仮面。え？これ下ボタンにしかセットできんねやっけ。これ3つともセットするってことはできんわけ？まあいいや、とりあえずデクナッツになって。いや、怖。いや、変身シーン怖。撃ち落とせばいいんかな。シャボン、シャボン。いや、月怖。めっちゃビビるんですけど。よいしょ。よし、来た来た。んで。いちいち、いちいち怖い。ん？緑の服、白い妖精。お主もしかして、もしかすると森の妖精さんでは。
そっか、この時間軸ではまだ出会ってないのか。なんと、僕の名前はチンクル。お主と同じ森の妖精だと思うんだが、35歳になった今でも僕のところには妖精が来ないんだ。あ、そっか、これで変身できるってことは、町に戻って、これで変身して、あのバルーンを撃ち落とした後に人間の姿に戻って話しかければいいんかな。親父はいい年こいて目を覚ませって言うけれど、絶対にチンクルは妖精の生まれ変わりさ。今はこうやって親父の手伝いでマップを売りながら妖精さんを待っているのさ。そうなんよ、マップをくれよ。いいな、いいな。ねえねえ、友達になってよ。そうだ、その代わり友情の印にマップを安く売ってあげるよ。チンクルの書いたマップ買う？買います、買います。ウッドフォール。イエーイ！ウッドフォールマップをもらった。これで沼のことがよくわかる。赤い矢印は入ってきた場所。黄色い矢印は現在地。じゃあまた呼んでね。チンクル、チンクル、クルリンパ。ねえ、もう一個のさ、もう一個の地図も売ってくれないかい？こんにちは、妖精さん。チンクルの書いたマップ買う？スノーヘッドやっけ？買います。イエーイ！どこ？スノーヘッドって。これで山のことがよくわかる。ま、この先に行く場所ってことかな。さあ、それじゃあちょっと、やり方がよくわかったので、うるせえな。やり方がよくわかったので、うるせえってば。じゃあ一旦町に戻って、いや、出てくる量が半端ないんよ。こういうのやけんさ、嫌やったんよね、小学生の時。ま、私が思っとったのはさ、犬でもないし、なんかゼリー状のものでもないし、あと何？なんか岩みたいなのでもなくって、ほんとなんか、骨のモンスターやったんやけど、骨のモンスター以外地面から出てくるの見たことなかったんやけど、めっちゃ何でも地面から出てくるやん。出てきすぎじゃない？量も。よっしゃ、そんじゃあ終わりますか。どこだろうか、ここかな？あ、こっちから行ったら、すぐそこよね。よしよし。あれ違うな。どこだ？こっちではなくて、どこだろうか。てか、クロックタウンの地図も欲しいんですけど、夜になったら街からはいなくなるってことか？あの、チンクルが。何あれ？なんかおばあさん入ってきたよ。はい、ごめんなさいよ。誰なの、おばあさん。ね、おばあさん誰なの？別に特に何もって感じ。よし、これで。いや、一回一回恐怖でしかないんですけど。やめてよ。絶対子供プレイできんて。よし、これで、外す。いいって、スキップ機能つけろ。昔のゲームやけんないか。はい。今終わったの兄ちゃんか？すげえな。兄ちゃんなら特別に俺たちボンバーズに入れてやってもいいよ。だけどボンバーズに入るならそれなりのテストを受けてもらうよ。またあれか？よーし、野郎ども集まれ。俺たち5人を明日の朝までに全員捕まえられたら暗号教えてやるよ。準備はいいかい？ま、でもこれで人間の姿やけんボンバーズに入れてもらえるっていう、なんかちょっと変わったんよね。ねえ、そこに怪しいおじさん、あれ？さっきまでおったのに。あ、捕まった！あと4人。え、あの怪しいおじさんどこ行った？いたいた。はい、最後の1人。やるな。兄ちゃん名前なんて言うんだ？あゆなか。よし、スタルキッドの奴が掟を破って最近勝手なことばかりしてるから、代わりにこのアイナを今日からボンバーズの一員にする。お前ら、文句はないな。ウィース。これはボンバーズの証の団員手帳だ。よく読んどけよ。おー、手帳もらった。ボンバーズの団員手帳を手に入れた。スケジュールが書き込める。てかあれなのかな？時間戻しても、アイテム、自分が身につけとるものはそのまま持っとる感じなんかな？
スタートボタンでコレクト画面を出し、団員手帳を選んで A を押して確認してみよう。1。あ、これさっき聞いたやつやんね。はい。それじゃあ俺たちの秘密の暗号を教える。いいか？31542。暗号は31542だぜ。しっかりメモしな。正義の秘密結社ボンバーズ、団員手帳に書き込んだ。秘密の暗号を教えてもらった。団員手帳に書き込んだ。メモったんや、今の。よう、アイナの兄ちゃん。団員手帳書き込んでる？でもこれまた時間戻ったらさ、ボンバーズの一員ってことは忘れられるんよね、きっと。なぜか手帳は持っとるけど、みたいな。ないやん、手帳。あ、これか？ボンバーズ団員手帳。正義の秘密結社24時間作戦展開中。なにこれ？なんかすごい。なんか知らんけどすげえ。あ、暗号。暗号書いてくれとるね、ちゃんとメモって。ふんふん。この先もこれなんか役立つんかな？あ、で、泉。泉に行ってみよう。前回デクナッツの姿やったもんね。はい、来ましたよでもあれよね、こうなんかその3日間を延々と繰り返していくわけやん。デジャブだらけになるよね。チャット、そして親切な若者よ。バラバラになった体を元に戻してくれてありがとう。私は魔法の大妖精。今の私にはこれくらいしかできませんが、お礼にあなたの疲れを癒してあげる。回復？私今体力満タンよ。あ、マジックポイントの方？ありがとう。それはそれは。前そんなんなかったよね。親切な若者よ。この世界にある四方の神殿に、私と同じようにバラバラになったはぐれ妖精たちがいます。どうか妖精たちを見つけ、元の大妖精に戻してあげてください。きっとあなたの力になるでしょう。大妖精って一人じゃないんや。バラバラになった妖精たちが怖がらないように、あなたに良いものを差し上げましょう。怖いんやけど何、生首？仮面！怖い怖い怖い。大妖精のお面を手に入れた。Cで被ると神殿に囚われた妖精に反応し、髪が動いて知らせ、見つけるとお面に妖精が近づいてくる不思議なお面だ。あ、じゃあ今回みたいに、どっからどう行けばいいねんみたいなことがなく、向こうから来てくれるってこと？なるほど。髪の毛が反応する、怖いな。疲れた時はいつでもいらっしゃい。やったね、お面ゲットしたよ。なるほど。やっぱ一応ちゃんと違いはあるんやね。まあ毎回毎回同じことに繰り返しちゃね。あれやろうけど。あのおっさんマジおらんくなったな。どこ行ったんやろ。ねえ、いない。確実に怪しい人やったんやけどな。じゃあ行きますか。出発出発。まあ、マップも手に入れたしね。どこに行けばよかったのかしら。あ、こっから出て行けばよかったんやっけ。あれ違う、ここから来たんか今。ね、あれってさ、シャボンで撃ち落とせたりとかせんのかな。あの、目がバッキバキになるのどうにかしてくれんかな。これで、は、待って、もうちょい上か？違う、もうちょい下か。お、もうちょい下？ダメっぽいな。たた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 。なんかいけそうな感じがしたけど、無理やったわ。沼の射的場とかあってよね。あっち行ってみよっか。デクナッツの姿で行ったらなんかできそうな感じするし。
デクナッツのまんまじゃあれかな、攻撃はできんのかな。剣とか使えるんか。でも体型的に絶対よろめきそうやな。で、こっちですね。オッケーオッケー。あ、しかも、今の時点からなっとったら外に出れんのか。ペットホール。はい、行ってきまーす。